こんばんは、プリティです。もう冒頭からちょっとね、この話題に触れてみようかなと思うんですけど、彼氏とのイチャイチャ写真を間違えて投稿してしまったアイドルさん、運営がブチギレて対応発表。アイドルとしてありえない行為、その罰の内容がまさかすぎる。あのね、片言というアイドルグループ、まあ、ちょっとアイドルに疎いんだけど、そこにね属して新人の東條桃花ちゃんという子、このね、誤爆した、なんか彼氏とね、これなんか誕生日かなんか祝ってんのかな。で、写真一緒に写ってるやつをね、間違えて、なんかアップしちゃったよ、ツイッターでね。で、そのね、まあこの、東條桃花ちゃん。まあ可愛い子ね。まあ、彼氏いるでしょうよ。それがおちゃんの、もう一番最初に頭によぎった感想かな。まあ、彼女はいるでしょうよ。あ、彼女じゃなくて彼氏ね。で、片言バンク、東條桃花に関して、この運営さん側のね、発表がね、昨夜寝る際に彼氏と思われる男性とのツートショット写真を間違って投稿、あ、まあ、誤爆してしまいました。運営による厳正なる事実調査の結果、こちらは現在付き合ってる一般人の彼氏ということが明らかになりました。これはアイドルとして意識を欠いたありえない行為として厳重注意をし、本人と相談の上、下記の処分を決定しました。1、今後彼氏とは一定の距離を置く。いや、付き合いはもうなかったことにっていうふうに運営側はしなかったのは、まあ、いいんじゃないのかなと思う。今の時代ね。だって好きなんでしょ。だからまあ、距離を置きつつ、表向きはってことでしょ。だって好きなんだもん。不安の子には本当に申し訳ないんだけど、これはね、あると思う。電話で二人で喋ってて。じゃあ、マー君、先に切って。いや、ももかちゃんから切って。いや、私が最後に、あなたの電話切った後のガチャっていうの聞きたいの。いや、僕はね、君から切ってもらって、その後ゆっくり、なんか君と喋った内容を思い浮かべようかなと思ってるから、君の方が先に切って、いや、あなたの方が、これはあると思います。ごめんなさいね。俺、事実だから。それはあると思う。でね、2、罰として、今後1年間、毎晩寝る際には必ず一人でお休み写真を投稿する。こちらを義務として課します。いや、彼氏、ちょっと離れててって言って写真撮ったら、何言うよ。これは何なの。いや、ごめんなさい。アホなんですか。みんな思うでしょ。写真だけ撮るときにさ、ちょっと彼氏、まあ、上からうるさく言われてるから、ちょっと写真に、ちょっとだけ撮るから離れててくれるって言ったら、あ、いいよ、つって。何の意味もこれはないと思うんだけど。で、アイドルとして一番大事なこと。ファンの方と一人一人のそばに寄り添って寝るということを厳守させます。写真に彼氏が同席している疑いがある場合は通報ください。うん、だから、ねえ、ファン、横に寄り添って、お金ありがとうございます。うん、はい、写真終わった。じゃあ、ちょっとマー君こっち来てって。そういうことでしょ。いや、気持ちはわかるよ、運営さん。まあ、優しいんだなって。よくね、まあ、こういう運営の決めたことで、なんか、頭がおかしいとかさ、そう言えるすぎるっていう人いるかもしれないけど、いや、だってもう、年頃の女の子だもん。縛ることできないよ。だって、恋する乙女はもう何も見えなくなっちゃうのよ。それを止めることはできないし、ね、運営さんも分かってるから。で、ぶっちゃけね、ぶっちゃけ。ファンの皆さんも思ってるでしょ？どうせやってんべって。それでも、温かく見守らせてあげてくださいよっていうおばちゃん、これ心意気だと思う。で、アイドルになりたての東條桃花ですが、今回の件で、アイドルという職業に対して、真摯に取り組むことを切に願っております。ファンの皆様には今後も、叱咤激励、応援拡散のほどよろしくお願いいたします。そんな、片言、アットマークバンクから重大発表があります。11月12日火曜日、渋谷、ちゃんとお宣伝もするわけですね。いやでも、昔のアイドルとかを扱ってる事務所にしては、優しくなったんじゃないか、とか、温かくなったんじゃないのかなと、バチの感じで。裏でも別れなさいって知らなければ、なんなら脱退してもらってもよくってよって、なんか、ね、お蝶夫人みたいに、やめてもらっても構わなくてよって。それを考えると、なんか暖かくなったんじゃないのかなって感じる。好きなもの止められないもん。でも、ももかちゃんに一つね、ご忠告が。寝る時の写真を毎日アップするんですよ。
か誰かに撮ってもらうとかそういうのやめてた方が、え、これ誰に撮ってもらってんのってなるでしょ。あそこまではしないとは思いますけど、最後爆はしないと思いますけど、ね、まあ、お幸せにってこと。まあ、彼氏すごく人が良さそう。なんかそうコメントしてる人も多いけど、彼氏がすごく、感じがすごい優しそうな人で、だからあまり叩かれなかったんじゃないのかなって感じする。中国でさ、PM2.5 って言って環境汚染で、もう街中がさ、もう霧に包まれてるのも前が見、もう、なんていうの、中国のどんなところ行っても、マンハッタンみたいな、とかニューヨーカーみたいな。ニューヨークってなんか煙もくもく立ち込めてるイメージあるじゃん。あんな感じでさ、やばい煙がもう目見えなくなるほどさ、ずーっと立ち込めてるっていうの話題になったじゃん。あの中国の PM2.5 を超える国が今出てんだって。それがね、バングラディッシュ。警報が出るほどの熱波に見舞われ、5月上旬、バングラディッシュの国立子供病院の受付でぐったりとした赤ちゃんが家族に抱かれ、順番を待っていた。で、私立病院に比べて、まあ、格段に費用が安く、優秀な医師が集まるとって、連日受付に訪れ、親子連れで廊下や建物の外までごった返している。で、この赤ちゃんがね、もう、なんか咳止まらないんだって、生後3週間から。で、地元の病院で肺炎と診断されたんだって。で、それほど大気汚染がすごいらしいわよ。微小粒子状物質 PM2.5。大気汚染のね、原因である微小粒子状物質 PM2.5 はね、この濃度、世界最悪なのがバングラディッシュなんだって。だって生後3ヶ月のお子さん、肺炎。あららららら。でね、バングラディッシュの次がパキスタン、インド。で、今中国ナンバーワンだったのが19位に落ちたんだって。中国超えるて。あーた。嘘でしょ。これ、中国が下がったっていうか、もう今さ、輸出規制とかされて、なんていうの、もう、どんどんさ、生産数下がってると思ってしていいでしょ。シーンとかアリエクとかさ、まあ、安いもの売るために今さ、前よりも、何、作ってるものはね、ガンガンなのよ。だ中国下がったっていうのも、これを超えちゃってるってことなんでしょ。やば。で、ちなみに、日本ね、日本は96位。最も少ない国、フランス領のボリネシア。で、PM2.5 は肺の奥深くまで張り込みやすく、喘息や肺炎などの呼吸器疾患、あと脳卒中や心臓発作などのリスクを高めんだって。で、WHO の発表では大気汚染によって年間700万人が亡くなってんだって。あららららら。ら。で、バングラディッシュ、寿命がね、国平均で 6.8 年下がったってこと？アメリカの研究で。たった近郊では 8.3 年。大気汚染で短くなったと、まあ、推計。あと、臓器や免疫システムが未発達の幼い子供は特に影響を受けやすい。で、ダッカ市内にある山形ダッカ友好総合病院。山形大学が、友好病院として向こうに行ってんの。あ、言ってんだけど、医師らが、まあ、設立したんだ。で、呼吸器内科、アブドゥール・マスタードさん。なんか美味しそうな名前。マスタードさんは、喘息、気管支炎など、大気汚染に関する疾患で受診する子供は年々増加傾向にある。いや、だってもう、生後3週間で、気管支炎とかなってんの。肺炎。で、5歳の子供とかアトピーアレルギーに悩む子は続出。くしゃみや咳、皮膚の痒みが出やすく、ひどい時は呼吸ができなくて苦しくなると。中国超えるとこんな風になっちゃうのね。魔法の都と書いて魔都ってことなのかしら。ららららら。いや、子供とかかわいそう。こんな若いのに。写真とか見てね、可愛い女の子映ってるけど、すごい、まあ、アトピー、アレルギーに悩まされて受診してる女の子。あららららららら。で、大気汚染の、まあ、原因？ダッカー首都圏の人口は2400万人で、この20年間で倍増。で、道路には車やバス、バイクやオートリキ車、
あ、オートリクシャってあの三輪のトゥクトゥクみたいなやつでしょ、なんかバスみたいな。が溢れている。渋滞で車で20分の距離に2時間かかった。という日常茶飯事な状況。で、幹線道路の陸橋から車の群れの先を眺めると、遠くに、まあ、もやがすごくて、そのもやの頂上ら辺にビルが見える状態。で、最も大気汚染がひどい。あら、雨が降ったばかりだったが、まあ、アプリ、そういうのを検知する周辺の PM2.5 の濃度を調べると、109.7 マイクログラム。大気質指数は189で、健康に良くないと。雨降って薄れた状態で、その状態。あらららららら。で、その大気汚染されたのはもう下水道に流れていくわけでしょ。暑いからそれ蒸気になってまた浮かんでくると。っていうことはおばちゃんの見解よ、うん。で、その浄化システムもちゃんと、ね、うまくクリアしてるのかどうかもわからないし、雨降るってことはその、何？排気ガスをまとったものが建物とか、あと、まあ、鉄柱とかにもつくわけでしょ。あの、ベトナムとかでさ、あの、自分が進む、まあ、交差点のところ赤信号なのにさ、車と車の間をすり抜けていくバイクとかいるでしょ。うわ、もうすごい量じゃん。軍隊ありのように、もうザラザラともう大渋滞でさ、そのさ、隙間を縫って人も通っていくわけでしょ。で、ダッカかなんかのさ、なんか、ツイッターかなんかの動画だったっけな。同じぐらいすごいことになってんのよ。で、どう見ても人引いてんびっていう路線バスがさ、気づかないふりしてどんどん進んでってるわけでしょ。いや、まあ、まとですわ。うん。おばちゃんさ、白金で、ちょっと前まで担当してたさ、まあ、高い高級マンションのところでやってたのよ。で、そこ高速沿いなのね。建物とかさ、もう服とか誰も干してないのよ、洗濯した人。だってもう、なんていうの、階段からさ、ベランダが見えるんだけど、ベランダ中もう排気ガスで、真っ黒クロスケになってんだよ。だからそこの住人の、まあ、住んでるさ、まあ、おばちゃんとかお兄さんから聞いたことあるんだけど、近くのコインランドリーでしか乾かすことできないって言ってさ、あと、部屋の中、まあ、臭くなっちゃうんですけど、まあ、外ではどうしても干すことできないんだって。で、花火大会とか、そういう時だけ、ベランダに出て見たりしてんだって。あと、観葉植物を見たり。と、観葉植物もね、すぐダメになっちゃうって言ってた。え、どうしてですかって言ったら、排気ガスとかでもう真っ黒になって呼吸できなくなるのかなと思って。その人は理由わかんないって言ってたけど、あと、さ、排気ガスってさ、酸化したいじゃん。だから、植物にあまり良くないんじゃないのかなと思う。だから、観葉植物でさえ育つことができないんでしょ？このジャパンで。で、このジャパンを超えるチャイニーズ。その、末期のチャイニーズを超えるところが今、バングラディッシュと。いやー、おばちゃん無理。洗濯物干せないところには住むことできません。ごめんなさいね。住んでる方に本当申し訳ないんですけど。おばちゃん、あのさ、今まで一人暮らしした経験でさ、まあ、高架線の下とかすごくうるさいじゃん。でもおばちゃんね、全然平気なのよ、音とか。あと、電車通ると揺れるけどさ、情緒悪いじゃん。あー、また電車来た。とか、寝ようと思って、あー、またね、もうちょっと遅く走ってよ、とか思う時あるけど。でもそんな、ね、おばちゃんの勝手通らないじゃん。まあ、そういうのが面白いでしょ。でもね、道路、まあ、環七沿いで昔住んでたことあるけど、まあ、友達んちに居候しててね、物干せないのちょっと無理。ごめんなさいね。あと、服とかもすぐ真っ黒になっちゃうじゃん。だから、ごめんなさい。あの、そういうとこ住んでる人ね、本当にね、申し訳ないんですけど、おばちゃんは、でも、まあ、排ガスで黒くなるところはちょっと無理かな。ちょっとね、関係ない話で、ちょっと無理かなと思うお話なんですけど、物件でね。あと、タワーマンション、お茶の水にできたね、お茶の水のね、一回ちょっと離れてるんですけど、そのタワーマンションの下に、あの女子校があるのね。で、その女子校の、何言いたいか分かってますか？なんかね、男性で、まあ、独身の方、そっち側の方面のね、部屋をね、ご購入された方が多くて、分譲で。で、うちのね、教育会社さんでね、そこ担当してる人いるんですよ、管理会社でね。で、その管理会社からちょっと聞いたんですけど、まあ、担当の女性の方、まあ、マネージャーさん、ガチでキモいって言ってました。あの、住んでる方。うん、ちょうどね、なんか6階とか7階ぐらいか上、うん、女子校の、まあ、
校庭とか教室が見える側にご契約されて男性の方すごく多いらしくて、非常にキモいというお話をお聞きしました。何かキモいかはちょっとね、皆さんのご想像にお任せしたいと思うんですけども、住んでる方も、まあ、その人のまあ雰囲気とかもやたらキモいと。これおばちゃんが言ってんじゃないからね。その担当の、まあ、あの女性のマネージャー、若い方でね。管理会社の担当変えてほしいって言ってた、無事って言ってたおばちゃんもね、前働いてた会社で誤爆したことあるんだけど、会社用のさ、まあ、連絡用の LINE でごめん今度ちゃんとした、いや言ってたじゃん中華がいいって、でたまたまそこのお店さ電話した時に空いてるって言ったけど、だってリって言ったから言ってさ、それで満席で、だから、それ俺の責任って、その時言われたのよ。予約しときゃよかったじゃんって、その当日ね。当日とかその現場の時に。で、予約しなくてもお客さんそんな来ないですかって、そんなで貼りますよってお店の人言ってたからさ。それでこの結果って言われたからさ。来ちゃったのよ、心に。税理士と。で、会社用のさ、連絡。誤爆しちゃって本当にごめんなさいって言って、来週の土曜日ちゃんとしたお店もう予約しとくからって、そしたらそれを見た他の人でなんかあの会社の LINE でこれ間違ってると思いますよっていろいろ連絡してくれた中ね、常務がちゃんと予約はしといた方がいいと思いますっていう書き込みがまた来た、次の人そういうのスルーしてちょうだいね率直なツッコミにズビシと来ちゃったこのニュース怖いんだけど、なぜクレジットカード停止したのに不正利用が止まらない、毎日1万円ずつ被害に、意味わからない、利用客に募る不安、スマホタッチ決済悪用か、専門家、今まで聞いたことない手口で、ある、まあ、女性の方30代ネットでなんかショッピングかなんかしてアマゾンかなんかちょっとよくわかんないけど、その時にカード決済したんだって、その4日後から不正利用が始まったらしいのね。でカード会社に、まあ、連絡入れたんだって、なんか使ったことがないもののなんか明細書送られてきたから、で利用停止の手続きをして、でそれ完了したのよ。でもその後また全然使われんだって、毎日1万円ずつ、これどういうことって思ってね、カード会社に連絡したんだって。そしたら、カード停止後も不正利用がね、続く理由が、スマホのタッチ決済機能が悪用されてるというね、回答が来たんだって。一部のスマートフォンではカード番号やセキュリティコードなど入力して、クレジットカード情報をスマホに登録することができるんだって。で、カードも持ってなくてもさ、スマホまあ、お店の端末にかざすだけで買い物できるじゃん。で、利用停止したのに、何かの方法で、タッチ決済ができる状態にね、なっちゃったんだって。総額60万から70万その、なんか被害になっちゃったみたいで。どう、カード利用停止したのに、それ、うちのせいって話になったね。で、カード、まあ、クレジット会社の回答がね、不正利用については以前から把握してんだって。で、別途有効な対策がないか、協議予定なんだって。だから今のところ、これ防ぐ方法ないんだって。まあ、IT ジャーナリストでこういうのも詳しい人のコメントがね、正直なところ、今まで聞いたことない不正利用の手口で、これどうやってやってんだろうって、あの本人認証をかいくぐる手口とかいろいろさ、悪い人って考えるじゃん。でも、利用を停止にしてるのに、その、なんでタッチパネルかなんかでスマホから決済できるのかがよくわからないって言ってんのよ。だから何らかの手、だからクレジット会社もわかんないんだって。だからネットで買い物するとき、自分の名前、改名しとくのがいいんじゃない？ IT ポリスメントが。警察、しかも IT は怖っつって、騙そうとする人も逃げるんじゃないかなと思って。IT ポリスメントっていう名前に改名する。おばちゃん頭おかしいと思ってますみんな。いや、これでもね、精一杯考えた末の答えですよ。おばちゃんにとって。限界よ、これが。だって、クレジット会社もわかんないんでしょ？で、こういう、なんかま、電子決済とかに詳しい IT ジャーナリストの人でさ、どうしてこれが、何、まかりと、まあ、その通用してきてるのかっていうのも、一切理由がわからないって言ってんでしょ？じゃあ、おばちゃんがわからずないじゃん。てか、ねえ、いや、おそら知ってますか？今んとここの IT ジャーナリストの人が言う対策はこれしかないんだって。毎月の利用名数は必ずチェックするんだって。
で、少額なものでも、不正利用、だから買ったものがものないものをなんか、決済してたら、クレジットカード会社にね、連絡するんだって。で、これの落ち度、不正利用された分はカード会社が返金するという風になってんだって。だから、すぐ見つけないでそのまま放置してると、その分、いや、だって、ちゃんとチェックしてましたって言われて払ってくれない可能性あるみたいな。だからもう怪しいと思ったらすぐクレジット会社になんか勝手に疲れてますって言わないとダメみたい。おばちゃんはもうシャボンの石鹸とあと何シャボンの石鹸とシャボンの石鹸だからそれしか買ってないから一発でわかると思うよ、うん、おばちゃんしかもアマゾンしか使ってないからヤクーパーなんか違うものを買われてたらすぐ分かっかな。うん、あと、まあ、こういう何買ってるかっていう履歴とかも分かるんですよ。で、個人情報っていうかもう、その、なんていうの、あの、暗証番号とかも知ってるってことは、こう、ホームページって、ホームページっていうの？アマゾンの何これ？個人ページっていうの？それ見れちゃうわけでしょ？なんかシャボンしか買ってないの。じゃあシャボン買ってくれば俺もバレんかってやれか。やられるか。でもシャボン、100個とか買われなければ。いやでもシャボンしか買ってないおばちゃんから取ろうと思わないでしょ。あ、まあ、こいついいわってなっちゃうと思うから。いやだとクレジットカードも登録してないしね。おばちゃんすごいのよ。クレジットカード持ってないの。だって、ね、不正利用されると思ってるから。だってプラスチックのカードからお金が出るなんておかしい話じゃないのよ。だからクレジットカードおばちゃん持たないのよ。もうめちゃくちゃアナログってあれから言われてるけど。あと、もうこれもまた言っちゃうけど、鉄が空飛ぶはずないのよ。だからおばちゃん飛行機今まで一回も乗ったことないのよ。おかしい話でしょ。鉄よ。鉄が空飛ぶはずないじゃん。おばちゃん毎回持ってんのよ。あと、鉄がさ、水に浮くはずないでしょ。だから船も乗らないのよ。これが一番のセキュリティだと思います。でも、その通りでしょ。飛行機は乗らない、船は乗らない、あと、クレジットカードは使わない。じゃあお前なんで電車乗ってんだって言われるじゃん。あ、だって電車のあの最後尾ゴーレムかなんかを押してくれてんでしょ。鉄が進むはずないじゃん。線路の上を。後ろ誰かがでっかいゴーレムかなんかが押してくれてんでしょ。だからゴーレムとかすごくいい給料もらってると。まあ、車庫とかちゃんとしてると思うわよ。うん、それおばちゃんよく感じてる。Thank you.
ったいで食べる。ラーズージーは鶏肉の唐揚げを大量の唐辛子やホワジャオなどと共に炒めた料理です。ズージーは丸鶏の意味です。四川料理の代表的な品目の一つとされます。重慶を起源とする料理のため重慶ラーズージー、ガーラーシャンラーズージーとも呼ばれます。1、丸鶏を1センチから2センチくらいの大きさに切る。2、切った鶏肉を大鍋で素揚げする。3、鶏肉に火が通ったら中華鍋に移し、唐辛子、ホワジャオ、塩とチキンパウダーで炒め、最後に紹興酒を振る。素揚げした鶏肉を大量の香辛料とともに強火で炒める料理で、大量のぶつ切りにした唐辛子やホワジャオと一緒に炒めることで麻辣味を出すのが基本です。そのため唐辛子は食べません。私を物にしたいならもっとつびびとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。